しいんです。ファンティビ、橋本市長大阪市の会はですね、統治機構であるとか役所の仕組み、そういうことばかりをこう強調されるんですけど、それも重要なんですけども、私からすればですね、やはり実際にそこで生きている人間、現に生きている人間っていうね、それに対する視点が非常に欠けてるなと思うんですね。企業でも国家でも自治体でもね、紙の上でどんな素晴らしい組織図を作ったところで、そこの構成にメンバーがライフタイムしてるようなではね、これ何も機能しないんですね。その意味ではですね、その橋本市長、維持委員会に何があったかといったら、むしろ大阪市民が、対立を持ち込んでしまったんですね。それまで大阪市民は別に対立してたわけじゃないんですよ。大阪市を潰すかどうかで対立してたわけでもない、大阪市民の間にわざわざ対立を持ち込んだんですね。で、府と市を統合して広域リーダーが一人だというようなことを言いますけども、リーダーというのはバラバラのメンバーをまとめ上げるのがリーダーであって、市民をバラバラにするような政策、そんなのがリーダーじゃないんですよね。そして特別区作ったとしましょう。しかし投票結果が絶対に 100% かけてありえない。反対派がかなり混じった特別区がいっぱいできます。6-4 で賛成になった、じゃあ6割の人は賛成で4割の人は反対、そんな対立した状態のまま一つの新しい自治体をスタートできますか。あるいは区によっては反対多数なのに全体の賛成が多数だったから、あなたたちは、はい、特別作りなさいって言われるような可能性って非常に高い。そんなところでね、実際に生きてる人間が番号差ってまとまれますか。紙の上での番号差じゃないんですよ。リーダーは大阪人を一つにまとめる、そういう意味で番号差を作らなきゃいけない。私はこれ大阪のその番号差を破壊する行為だと思ってます。